義経は2005年1月9日から12月11日に放送された44作目の NHK 大河ドラマである。原作は宮尾富子で、脚本は金子星人が手掛けた。源の経を主人公として家族の絆、親子の絆をコンセプトに、疑似家族としての手術の絆、貿易立国の建設を目指す平野清盛との親子的なつながり、 武家政権を樹立するために弟を切らねばならない、源頼朝の政治家そして任意としての葛藤と苦悩などを新しい解釈も取り入れて描いた。清盛、頼朝らとの葛藤や義経の思いを描くにあたって、新しき国との言葉が何度も用いられ、これが物語上でも重要な要素となっている。源義経が、 大河ドラマの題材となるのは1966年の源本の吉爪以来2回目である。原作は2001年から2004年に発表された宮尾富子の歴史小説宮尾本平家物語及び義経で宮尾原作の大河ドラマ化は初めて。1966年の大河ドラマ源本の吉爪の作者である村上元蔵が資料提供として名を連ね、 源の義経で架空の人物として登場したウツボが本作でも登場し、京に住む小児ウツボを通じた、現代の目線からの義経像が描かれた。原作が平家物語であることもあって、平の清盛とその妻、時子を中心とした平家一族の描写にも重点が置かれ、時子と清盛の目掛けとなった時は午前やその娘、ただ子との関係。 清盛の遺言を時子が捏造し、安徳天皇をすり替えるなど一族に対する情念が描かれ、平宗盛の父、清盛との葛藤や弟たちへのコンプレックスなどが丁寧に描写された。一方、家族愛がテーマでありながら、平家に重点を置いたために、主人公、義経の家族関係の描写が希薄となる矛盾が見られている。主演は滝沢秀明。 滝沢の大河ドラマ出演は、原独両覧以来で、主演は初であった。また、滝沢は、源義経の主演であった、小野菊之助が持っていた大河ドラマ単独主演の最年少記録を更新した。その他に、上戸彩や石原さとみなど、春の若手役者を主要キャストとして起用。また、渡哲也をはじめ、平見木次郎、中井貴一、松平健、 松坂慶子、丹波哲郎、高橋秀樹など日本を代表する役者が脇を固めた。メインディレクター、眉積林太郎の独特の美学に基づいた演出は、時代絵巻とも言える美しい映像表現を生み出した。五条の大橋、壇の裏の戦い、鶴岡八幡宮での舞いといった物語のクライマックスとなる場面において、それぞれ桜、金粉、 紅葉を大量に撒き散らす大胆な演出を試みている。最終回での吉常が自害した後、自物堂の屋根から白く輝く光が吹き出すという演出は脚本の金子星人との打ち合わせで生まれた。第1回の一の谷の合戦のシーンでは、ハリマ国一の谷とクレジットが出たが正しくは、摂津国である。再放送では、摂津国一の谷と訂正された。 本作で幼年期の義経、すなわち牛若丸を演じた神木隆之介は平野清盛において源義経役として出演している。作品を変えて同一人物を演じるというのは大閤期と黄金の日々での織田信長豊臣秀吉が有名だが役者の成長に合わせてのキャスティングは秀吉と天地人で石田三成を演じた小栗旬以来である。 最高視聴率26.9%、平均視聴率19.4%。平時の乱で平野清盛に敗れた源義朝の愛称、時は午前は三人の子を連れて刑を逃れるが実母が平家法に捉らえられていることを知り、清盛に出頭する。清盛により、罰し、牛若との生活を許された時はであったが、 清盛との関係がその制裁時子の知るところとなり、時は,は清盛の元を去り、牛若は倉間寺に預けられることになった。清盛を実の父と信じて疑わず、清盛が目指そうとする、新しき国に淡い憧れを抱いていた牛若は、自分がその敵である義友の子であることを知り、愕然とする。やがてたくましい青年へと成長し、 欧州の藤原秀平のもとへ身を寄せた義経は、兄、頼朝のもとへ参じて、源平の戦いに身を投じる。しかし、清盛をはじめとする平家方を敵と割り切ることが、できない。そして同じ源氏である、基礎義仲と戦わねばならない。葛藤、兄弟としての情を求める義経は、武家政権のリーダーとして、利用をもんじる頼朝と徐々にすれ違っていくようになる。 吉シツ主従ヨシをめぐる人々鎌倉法規祖方、その他の現時法2005年12月24日、25日に放送。滝沢が吉シと開講する新設映像と主従座談会の一部が番組の前後に追加された。京阪電車八千系、吉シありがとうございます。